いただきます。めちゃくちゃ美味しいです。びっくりします。汁ごと。ここでちょっとつまみたいです。はい。汁も。簡単です。はい、今日は焼き牡蠣香草混ぜご飯作ります。はい、材料ですけれども、牡蠣、今日小町っていうちょっと大きめのクリーミーなものを用意させていただいてます。あとはディル、セルフィーユ、バジル、生姜、お酒、みりん、今日は魚醤です、しょっつるとおきオリーブオイル、あとはお好みでふりかけみたいなもんで、このユカって言って白ごまとか、はい、クミンとかオレガノとかをバーってミキサーで回しただけのもの、これアジアの香りがして結構ふわっとアクセントになるので、まああってもらってもいいですけども、今日はちょっとだけかけようかなと思います。はい、じゃあ作り始めるんですけれども、まず牡蠣、はい、汁ごといただきます。はい、汁ごとなんです。はい、汁ごとギューッと詰まっていって、で、まあ片面だけしか焼かないので、このままギューッと、もう、なんて言うんでしょう、しっかり強火で、サイズが一回りちっちゃくなるっていうイメージ、もう、ちょっとだけ片面だけ焦がすようなイメージで強火でいっちゃってください。油引かずにそのまま強火で。で、次ですね、香草、僕の大好きな、セルフィーユとディルと、まあイタリアですからね、大好きなバジル、これをこんな細かくなっているとザクザクザクとこう切っちゃいます。お米にディルとセルフィーユとバジルが入った味が僕は大好きなんですけど、華やかに。で、次生姜ですね、糸に針にしたいです。牡蠣と生姜がまたすごくよく合うので、で生姜はもうこのまんま入れちゃってください。で、だいぶ乾いてきてカリッとしてくるんですね。ちょっと焦げてるような感じにしちゃいます。水分完全に蒸発して、片側はちょっとなんていうかね、こうなんかこれかな、ちょっとこう焦げつき始めるというか、ちょっと焦がしてあげていく。そしたら焼けた面と生っぽい面と、まあ、2個楽しいので、イメージとしてはこっち側、焼いてない側もあったかいぞっていう感じですね。で、もうこれ十分片一方プルンプルンに、はい、火入ってます。で、お酒、完全に水分飛んだなと思ったら鍋からからシャーッ、お酒、そしたら焦げた味がギューッと戻ってくれるんですね。で、お酒のアルコールが飛んだなと思ったらみりん、この茶色くなってるのが大事です。この醤油も何も入ってないんですけど、例えばオイスターソースってオイスター、あれの茶色さなんですけど、ギューッと詰まったお金ですね、牡蠣の。で、これふわーっと粘性つき始めてくるんで、最後の味付けの醤油も入れて、さらにちょっと詰めていきますね。美味しそう。美味しいっす、これ。ここで僕ちょっとつまみたいですね。で、これアクは上がってきますけど、アク引かないでしょ。牡蠣、この僕野菜のアクは引くんですけど、お魚のアク引かないんですよ。ここに旨味が結構あるというふうに僕感じてるので、そしたらご飯、そろそろもうできていけるので、ご飯を炊き加減は、炊き加減は僕の好みは、僕おばあちゃん子なんで、やらかめなんですよ。はい。で、ここに、と、オリーブオイル。スーッと、回しかけます。で、ここに、こう煮詰まってきた、牡蠣を加えるわけです。汁も。はい、で、
これを熱々ですからね、ボウルに移すとかそういうことしないで、もう丼、大きめの丼とかやったらもうこれで混ぜちゃっていいと思うので、こう混ぜちゃいます。で、これにお好みですけど、このふりかけみたいな、まあ、これ全部ペアっていうと、こっち側とこっち側って、これで出来上がりです。簡単、簡単です。はい、いただきます。いい香りです。まずこのデュカっていう、あのふりかけかかってないとこからいっちゃうんですけど、この醤油とオリーブオイルってめちゃくちゃ合うんですよ。牡蠣、いただきます。しみじみ美味しいです。なんて言うんでしょうね。香草ってあんまり食べないんですね、家庭で。でも結構今どこでも気軽に買えたりとか、なんなら自家栽培してる方もいらっしゃるじゃないですか。で、食べ方って結構でも当たり前になっちゃうんですよね。トマトソースにバジル乗っけるとか、バジルペースト作るとか、イタリアンパセリとにかく上からパッてかければいいんでしょうとか、特にリルってなんだよとか、はい、セルフィーユって飾りでしょみたいな。すごく美味しいんですよ。ぜひ使ってみてください。一回使うと、あの使い方も分かりますし、いろいろと食べ方も分かってくるんで、そういうふうに、あのせっかく今家にたくさんいると思うんで、あの研究とか、はい、試してみるとか、それもすごく面白いと思うんで、あのいろいろとご飯に混ぜるのもそうです。オリーブオイルとご飯、バジル、香草、牡蠣じゃなくてもいいです。アサリでもいいですし、あのそうですね、ハマグリなんかも美味しいですしね、はい。次、あのこのふりかけ、デュカっていう、はい、デュカかかってる部分ですね。ここも言ってますね。これはこれでまた違った、なんていうんですかね、アジアンテイスト、はい、が入ってくるので、いただきます。めちゃくちゃ美味しいですよ。びっくりします。今回は白ごま、あとクミン、オレガノ、あとフェンネルシード、はい、それぐらいですね。ミキサーでバーって混ぜるだけです。で、そこに塩も加えてあげると、本当にふりかけっぽくなるんですね。それだけ混ぜると風味付けになるんですけど、塩も加えてあげると白ご飯にかけても美味しいと思います。はい、例えばそこに、そうですね、アレンジとしては干しエビ、乾燥エビ、はい、バーって入れてあげるとか、うん、あのそこに味持たせてあげると、うん、ふりかけの中東スタイルみたいな感じになって面白いと思います。